今日皆さん、あ、これで揃ったのでちょっと使い方を説明します。今みんな私の近くにいるので、声が聞こえててみんな画面が出てると思います。でこれを少し私から離れてみてください。あの縦横、矢印のキーで移動できます。もっと後ろ、うん、そうすると、はい、今途中声が聞こえなくなって画面からも消えたと思います。でまた教団の方集まってください。まずこのメタバースが近くにいないと声が聞こえません。で私今これ赤いメガホンっていうのを使ってるので教室全体に聞こえますが、これをメガホンをやめると、近くにいる人しか画面に出ないし、その人としか会話ができないようになっています。で、あと、そしたら、2つ3つ、この教室の使い方説明しておきます。これ下にボタンがあって、拍手とか、いいねのマークとか、このボタン押せますか？皆さん。はいはい、はっくん、はい。はい、しずくさん。福さん押せます？あ、OK です。はい、じゃあちょっと質問します。今パソコンで入られてる人、どれでもいいので押してみてください。しずくさんはパソコン、はっくんもパソコン。あ、全員パソコンですか。はい、じゃあ今日そのパソコンと一緒に、QR コードを読み込めるスマホも持ってる方、同じように押してください。はい、しずくさんは。あっくんはスマホかタブレットはない。はっくん、スマホかタブレットなければ押してください。はい、OK です。わかりました。はい、で次、これの、パソコンだったらキーボードの X を押してみてください。はい、こんな風に踊り出します。でこれね、画面を大きくしたかったら左下の設定、歯車みたいなマーク、この歯車を押してもらって、ズームを 200% にしてもらうと、はい、みんなが踊ってるのがアップで見れます。じゃあもう一回 X を押してください。はい、これでダンス止まります。ちょっとスタコさんだけ踊ってます。はい、Z を押してみてください。はい、こんな風に、これなんやろ、エネルギーチャージしてる感じです。はい、また Z 戻してください。はい、最後に C を押すと移動、車に乗ります。カー、車。はい、これで移動してみてください。そう。めっちゃ早く移動できます。はい、これで、そう、離れていったら、画面から他の人消えていくでしょ。これが消えたら会話できないぐらい離れたっていうことです。でまた戻ってきたらみんなの画面が出てきて、でそこでは声が聞こえてる状態です。はい、そしたらここから、顕微鏡の授業を始めていきたいと思います。あ、 C 押して車から降りましょうか。さあ、でここでちょっと画面共有をします。はい、これで画面共有の、私の YouTube の画面が出てきたと思うので、そこをクリックしてもらったら画面が大きくなります。ちょっと画面を大きくしてください。はい、じゃあ今日は、新1年生が2名なので、まだ
中学校の理科の授業全然受けてないと思います。で新2年生が1名かなは、まあ、顕微鏡の授業はもう1年生の時に受けてるけど、また2年生でも最初のうち細胞の観察とかで顕微鏡を使います。で、これ私の YouTube なんですけど、まずはその YouTube で顕微鏡のゼロっていう授業をしています。で顕微鏡のゼロっていうのは、まあ、教科書に出てくるような内容じゃないんですが、顕微鏡に興味を持ってもらえるような授業をしています。ですからまずはこの動画を一緒に見ていきましょう。でその中でクイズを2問出すので、途中で止めてクイズを2問出すのでよく見ておいてください。では動画を共有、流していきます。はい、こんばんは、サディルーム斉藤です。今日は中1理科の植物顕微鏡の0回目の授業です。はい、音ちゃんと聞こえてますか？聞こえてたらまたさっきの拍手かいいねのボタンを押してみてください。大丈夫ですか？聞こえてますか？はい、じゃあ続けます。ゼロ回目って何って思われるかもしれませんけれども、実際の顕微鏡の授業では各部分の名前だったり使い方、観察の仕方を習っていくんですけれども、その前にまず顕微鏡に興味を持ってもらうために、顕微鏡ってこんなに面白いよっていう話をしたいと思います。でやっぱり勉強って顕微鏡面白い、理科楽しいって思って、興味を持って好奇心持ってやっていくと、やっぱりどん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 楽しくなっていきます。でこの授業、勉強が嫌いな人でも見れるように5分以内の、全て授業に収めようと思ってます。だから、まあ、集中力の続く5分で、まあ、勉強が少しでも楽しくなってもらえればなと思っています。で早速ですが、学校で習う顕微鏡、まあ、こんな、まあ、これちょっとおもちゃですけれども、こんな、鏡と上下式顕微鏡、もしくはステージ上下式顕微鏡というのを習います。で早速なんですけれども、さあ顕微鏡で撮ったあるものの写真です。はい、このあるもの何を撮ったか分かりますか？でこれがクイズではないので、もし声出して答えれる方、これ何を撮ったものでしょう？お、テレビのモニターの。はい、これは、テレビとかパソコンとかの画面を顕微鏡で写真に撮りました。でこれ画面なんですが、こんなん今の顕微鏡じゃ撮れないですよね。でちょっと後で出てきますけど、これはパソコンにつなぐタイプの顕微鏡で、実際にパソコンのモニターの画面を撮りました。さあそこで最初に言ったちょっとクイズに行きたいと思います。はい、これ今と同じ画面ですね。でここでちょっと QR コードを出すので、これ読み込める人は QR コードを読み込んでください。さあそれでは、はい、これは何色の画面を顕微鏡で見たものでしょうって、はい、さっきもう答え出ましたね。だちょっとあえて私は別の答えでしょうかな。はい、こんな風に、白が2票黒が2票になりました。はい、ちょっとごめんなさい、動画に戻ります。さあこれ何でしょう？でもこれ不思議じゃないですか。もう答え出たけど、赤青緑、この3色が全部集まって白になってます。これが光の三原色って言います。何だと思います？ちょっとここ考えてみてください。何を顕微鏡で撮ったらこんなの映るんや。
赤、青、緑の3色の点々点がいっぱいあります。さあ、実はこれはパソコンのこのモニター画面を写真に撮ったものです。テレビの画面なんか撮ってもこんな風に映ると思います。じゃあこれ何色でしょう。あ、ごめんなさい、その前に、はい、ここでちょっとパソコンの画面こんな顕微鏡で撮れんやんって思われますよね。撮れません。で、今回ちょっと使ったのがこういうタイプの顕微鏡です。これパソコンと接続してやると写真まで撮れる、まあ、簡易版の顕微鏡です。これいろんなもの撮影できて本当楽しいですよ。例えば自分の肌見てみたいとか。さあ、でこの顕微鏡で、はい、正解は、はい、ここです。実は真っ白のとこを撮ったらこういう風に、赤、青、緑の光が見えます。で、これ光の三原色って言うんですけれども、光ってこの三色の組み合わせでいろんな色を作ってるんですけども、白っていうのは全部の色を合わせたら白になります。さあ、じゃあもう一問。はい、さっきのから青が消えました。じゃあこれ青が消えたら何色になるか、もう一度先ほどの、メンチメーターで答えを書いてもらいたいと思います。はい、これは、あ、ごめんなさい、この今写真に出てるのはさっきの白なんですけど、ここから青がなくなって緑と赤だけになったら何色になるか。はい、黒と黄色が1票ずつ。さあ、ハックン何色でしょう。あ、読み込めたんか。緑。はい、黒、緑、黄色。はい、じゃあここで私が投票します。だから、増えたやつが正解です。いきます。はい、正解は黄色でした。赤、青が消えて赤と緑だけになりました。さあ、これってパソコンで何色でしょう。じゃあちょっとここで問題です。1番紫、2番黄色、3番青。さあ、どれだと思います。はい、正解は、さあ、このニコちゃんのほっぺたを顕微鏡で撮影しました。黄色の部分を撮影すると青が消えて赤と緑だけになります。なんか絵の具の感覚とはちょっとちゃいますね。光の場合は赤と緑を合わせたら黄色になります。さあ、ここでこの顕微鏡、まあ、こんなんも楽しめますし、例えば植物の写真、これ水仙の花のおしべとめしべです。花粉がいっぱい出てるのがわかりますとか、黄色い梅、ローバイです。ローバイって知ってますか。あの普通梅って紅梅、赤い梅か白い梅なんですけど、それよりちょっと前に咲く、2月ぐらいに咲くローバイって、なんかローで作ったみたいな花の感じで、まあ、ローバイって呼ばれてて、漢字はもちろん梅、ローの梅って書くんやけど、これは梅の仲間ではありません。よーく見てみてください。あの花びらだけ見たら梅っぽく見えるんですが、ちょっと他の梅と比べてみます。ちょっと見てみて。のおしべです。で、ここでちょっと疑問持って、赤い梅紅梅取るとこれおしべ、まあ、ここめしべですね。だから花の感じは色が違うだけなんやけど、これおしべめしべ全然違いますよね。っていうことはこれは別の仲間じゃないんかなって調べてやると、全然形違うことありません。この黄色の梅、ローバイはクスノキの仲間で、この普通の梅、紅梅とか白梅はバラ科のバラの仲間で、まあ、梅になります。だからローバイは実は梅じゃないんです。他にこうススキのアップであったり、
これナズナ、あの春の七草のナズナの、まあ、先っぽに白い花あるアップの写真です。まあはい、ここで、まあ、顕微鏡のゼロの授業が終わって、まあ、ここからこの右のを押してもらうと、はい、こんばんは。ここから、中1理科の、まあ、教科書の内容の授業に進んでいきます。で今日はもうこの YouTube じゃなくてここの実際の画面で授業を進めていきたいと思います。はい、まず顕微鏡は覚えることがまたいっぱい出てきます。まあ中学校は本当に小学校と違うって、まあ理科でも社会でも、まあ他の教科でもそうなんですけど、覚えることがいっぱいです。まず絶対覚えないといけないのがこの黄色の3つ。こんなん小学校で習ったんかな。まず一番上についてるレンズ、これがまあ漢字で見たらわかると思います。目に接するレンズで接眼レンズって言います。で今度この部分ですね、ここ今丸下の見えますか、この丸下部分、ここまあ3つ本当はついてるんですけど、ここに今度は物に対する対物レンズっていうのがあります。あ、接眼レンズは書くとここにこんな感じでスポッて入ってます。これが接眼レンズ。そして光を集めるためのここ鏡ですね、反射鏡。まずこの3つはしっかりと覚えてください。今度観察するもの、これは小学校でもやったかな。こういうガラスの上に乗せて観察します。でこのガラスはまず下に大きめのガラスで、ここに観察したいものを乗せて、その上にもう本当に割れそうな薄いガラスを乗せます。で下の大きなガラスがスライドガラスで、上にまあカバーするために乗せるガラスでカバーガラスで、この2つと見たいものを合わせたこのセットをプレパラートと言います。まあ本当にこの辺言葉いっぱい出てくるんですけど、この辺の言葉を覚えました。そしてこの、プレパラートを作る時の注意として、この見たいものを乗せて水を入れて次にこのカバーガラスをかけるんですが、カバーガラスをかける時にこう斜めからゆっくり、倒していって、気泡、空気の泡ですね、気泡が入らないようにします。これ入ってしまうと見たいものがうまく観察できないので、ここが注意ポイント、注意点です。さあ次、顕微鏡を設置するときの注意です。で大体こんな顕微鏡はまあ40倍50倍ぐらいから400倍ぐらいまでを観察するのに適しています。であと今日はちょっと時間ないかもしれないですけど、最近中学校の教科書で多く出てくるのが双眼実体顕微鏡っていうのがあります。で双眼実体顕微鏡っていうのは両目で見てもう少し小さい倍率、まあ20倍から50倍ぐらいの倍率で見るのに適しています。さあ次です。はい、ここで接眼レンズと対物レンズ、2つのレンズが閉まっているときにはこれ外しています。で、今から顕微鏡の観察をするときにこの2つのレンズをつけるんですが、どちらを先につけるか。さあ、これもさっきのメンチメーターでもう1回テストにしましょう。はい、これで上、どっかにスライドを見るか更新か出てきたと思うので、はい、どちらを先につけるか選んで送信してみてください。また私が最後に送ります。あれ、早い。全員接眼レンズ？はい、素晴らしい。全員正解です。理由まで。
説明できる人いますか？で、これ私 YouTube の中でめっちゃ話してるんですけど、やっぱり実験とか観察とかっていうのは、なんでそれをするのかとか、なんでその操作をするっていう、理由とか、で、その、実験の結果よりも、その結果から分かったこと、考察っていう、それがすごい大事です。で、今年の香川県の入試でも、そんな問題がいっぱい出ていました。だから、もちろんこれ、接眼レンズを先につけるっていう問題も、選ぶ問題も出ますけど、その後になぜ接眼レンズを先につけるのか、理由を30字以内で答えなさいみたいな問題が出ます。しずくさん、理由言えますか？え、わかんないです。わかんない。多分、はい、間違ってると思うけど、間違っても大丈夫。本当にこういうのはもう間違ってもいいので、間違った方がよく覚えれるので、自分のもし考えがあるんだったら言ってもらった方がいいです。ほこりがなんか入ったら、いけないから。はい、どこにほこりが入るんかな。レンズ。はい、じゃあこれはね、ちょうどこの動画でその説明してるところがあるので、そこを見てください。はい、じゃあちょっと切り替えて、はい、いきます。どちらでしょう。はい、ここで今日の厳選1です。どちらを先につけるか。正解は、接眼レンズを先につけてください。理科って、もうなぜ？これが非常に大切です。なんで接眼レンズ先つけるんや。これを必死で考えてみてください。対物レンズ先じゃダメなんです。さあ、なぜでしょう。はい、その理由が、鏡頭にホコリが入らないようにするため。よく考えます。はい、素晴らしい。しずくさ、正解です。で、鏡頭、この筒の部分ですね。で、筒にホコリが入らないようにするためなんですが、そのホコリが入ったらなんでダメかをちょっとこの後説明します。考えてください。これ今はこういう状態です。接眼レンズも対物レンズもついてないので、どちらも穴が開いてます。この状態でホコリ入ったとしても、こう下まで落ちていきますよね。で、ここで先に対物レンズをつけます。対物レンズ先につけても、上蓋開いたままなので、ここからホコリが入ってしまいます。いいですか。この中に入ったホコリ取りづらいと思いません？めっちゃ狭いし。ですから顕微鏡、必ず接眼レンズを先につけるようにしてください。で、接眼レンズつけてもホコリつくやん。でもつきます。でも、ここについたホコリって、例えばエア、空気でプシュプシュってしてやったらホコリ飛ばすことができます。そんなに難しくないですね、取るのが。けど、さっき言った鏡頭の中に入ったホコリは取りづらいです。それが一つ。もう一つ理由。さあ、もう一つホコリが入ったら困る理由。だから接眼レンズの上にホコリがつくのはいいけど、鏡頭の中にホコリが入ったら困る理由があります。誰か答えれそうな人いますか？誰もいないですか。はい、これもう一個の理由、あんまりこれ教科書とかでも出てこないんですけど、では聞いてください。理由があります。ここについたホコリ、目で見てもホコリなんて目で見てもほとんど確認できないぐらいちっちゃいです。だから、もしここにホコリついてても、観察するのにそんなに影響ないです。でも、この対物レンズについたホコリ、これを見てやると、例えば接眼レンズが10倍だったら、そのホコリ10倍に拡大されて見えてしまうんです。じゃあ下に見たい
ものがあっても、その埃が10倍の埃が邪魔してしまうんです。わかりましたか？接眼レンズの上についてる埃って、そのまま見たら1倍の埃やから、まあ埃あってもなくてもそんなに気にならないですよね。けど、鏡頭の中に入った埃は、接眼レンズ通して見るので、その接眼レンズの倍率で見えてしまいます。だから埃が10倍の大きさで観察したいものの邪魔をするので、やっぱり鏡頭の中には埃を入れたくない。だから接眼レンズを先につけましょう。で、こういうやっぱり理由分かってると、どっちを先につけるかっていうのも忘れずに覚えておけると思います。さあ、じゃあ次です。はい、じゃあ次。ちょっとごめんなさい、もうここからクイズというか問題ないんですけど、観察するときに低倍率から観察を始めるか、高倍率から観察を始めるか。じゃあこれは手を挙げてもらいましょう。観察するときに、まあ例えば低倍率、100倍の低倍率から始めるか、400倍の高倍率から観察を始めるか。はい、低倍率から始めると思う人、手を挙げてください。ですね。だから今右下に動かしたいので、その逆の1の方に動かしてやるとちょうど真ん中で見ることができるようになります。で、このあたりは頭で分かっててもどうしてもやっぱり4の方に動かしてしまいます。だから実際に自分で顕微鏡を触ってプレパラート動かしてみて、あれ見えんようになった。で、また元に戻して反対に動かしたら真ん中で見ることができます。はい、ここまでが顕微鏡の授業です。ちょっと双眼実体顕微鏡とかルーペのが入ってなかったですけど、まあ中学校の教科書、1年生の教科書の、まあ、最初2ページぐらいで顕微鏡載ってると思います。まあそこに載ってる内容が、まあこれでほぼ全てです。最後にちょっと今言った私の、YouTube、ここに中学校の理科の授業が700本ぐらい入ってます。で、それ以外にメタバースのことだったり、まあ、この前、ズームで特別授業した、なぜ勉強しないといけないかの、まあ、そこで説明した内容だったり、まあ、それ以外にも、虫を食べた動画だったり、あと天体、私好きなので、天体の動画だったりが入ってます。で、その中でこうずっと下を降りてもらったら、ここが全ての中学生の動画が入ってます。で、中1の理科だったら、まず最初植物、生物のこと習うので、この生物のところに46本の動画。で、2年生だったら今化学変化習ってるので、化学式とか元素の記号とか化学反応式。で、これだけで45本の動画が入ってます。で、このあたり見てもらうと、まあ、今の、授業の内容、例えば顕微鏡だったら、これ開いてもらったら、ここに顕微鏡の0、最初に見てもらった動画から、顕微鏡の6まで。で、最後7で復習テスト。今日やったのがちゃんと覚えられてるかの復習テストもここについてます。で、来週説明する花の作りのまた0から、1、2、3、4、5、6まで。6が復習テストです。こんな風に、まあ、作っているので、この、まあ、理科の授業。まあ、塾で授業を受けられてる人はいいですけど、まだ1年生とか授業ないので、まあ、このあたりで学校行く前に予習してもらったらなと思います。ここにも一応まとめのページっていうのを作ってて、これはそのメタバースのすぐ下かな。ここで植物顕微鏡のまとめだったり、花の作りのまとめ。まあ、こんな風に動画見たらいいですよっていう説明もつけています。で、あと、
ここは復習テストのページもあるので、ちょっと復習テストのページ見てみましょう。この顕微鏡の7だと今日授業した内容の復習テスト、顕微鏡の各部分の名称であったりとか、まあ、観察の仕方、うん、でその理由なんかをいろいろ考えていきます。ちょっと時間もないので2倍速で、今日はそれの復習テストをしたいと思います。今まで習った特に大事な覚えなければならない厳選の3つの言葉であったりとかを、もうパッパッパッと質問していきます。だから思いつくままに、答えていってください。で、答えられなかった問題があればもう一度、動画であの講義を見直していただければと思います。それでは早速始めます。まず顕微鏡の名前です。はい、1番、ここのレンズ、これも絶対覚えないといけないですね。はい、ここのレンズが目に接する、はい、接眼レンズですか。はい、でもう1個ここのレンズ、これが物に対する、はい、対物レンズですね。で、名前でもう1個、はい、見たいものを明るくするための、はい、反射鏡、はい、ここまでいいですか。はい、次、今度は見たいものを載せるガラスの板です。カバーガラスとスライドガラスがセットになったこのものが、覚えてますか。はい、プレパラートです。はい、で次、プレパラートを作るときの注意です。このカバーガラスを、カバーガラスでゆっくりと蓋をしていくんですけども、そのときに空気の気泡が入らないようにします。気泡。はい、こんな感じで、まあ、今日勉強した内容、覚えないといけない言葉が、まあ、テストできるようになっています。で、この顕微鏡の授業が私が YouTube 始めた3年前に一番最初に作った動画なので、ちょっとまだ完成形じゃなくて、後の方で作った動画だと、ここで間違えた人はこの動画に戻ってくださいとかいうのも全部ついてます。だから例えばプレパラートとか気泡で間違えたら、そこに戻ったら見直しができるようにはなっています。だから本当に塾の理科の授業を受けてもらう以上に詳しく説明しているので、まあ、よかったらまた、特に1年生は、まあ、学校始まる前、まあ、学校始まってからも理科の授業を習う前に、まあ、これで予習してもらっと。多分今日ので顕微鏡の授業だいぶ分かるようになったと思うので、また来週花の作りの授業をしていきたいと思います。そしたらちょっと私の画面共有は停止して、これでメタバースの、顕微鏡の授業体験会は終了したいと思います。で、また皆さん LINE 公式アカウントに、登録していただいてると思うので、またよかったら感想など寄せてもらったらと思います。で、はっくんとしずくさんは、来週もお申し込みいただいているので、まあ、福さんもよかったらまた来週申し込んでもらって、花の作りの授業を受けてもらったらなと思います。はい、今日は、参加していただいてありがとうございました。またよかったらこのメタバースの授業も、体験まだするの で、また5月には2年生、3年生向けの授業もしたいと思っているので、またその時には案内しますので、また体験会参加してください。今日はありがとうございました。バイバイ。